皆さんこんにちは、山田ボスです。さあ今日も空港は混んでおります。今日はね、ジェットスターじゃなくてビーチで行きます。さあそれではチェックインしていきます。このような感じになってます。これをかざすと機械が勝手にいろいろしてくれます。確認すると出てきます。ジェットスターとかはスマホでそのまま行けますけど、ピーチは行けないんだけど、まあ空港に行ってさっきのやつ機械にピッてやるだけなんで簡単です。ちなみにピーチはこの新千歳空港発は大阪と、あと仙台と今日行く福岡に行きます。ということで今日はピーチを選んだ理由はそうです。私これから福岡に行ってきます。遊び屋チャンネル。はい、それでは出発前にうどんを食べます。おにぎりもね。ではいただきます。はい、ごちそうさまでした。さて今日はピーチですから、あの機会です。こんな感じです。おさらび。バスに乗り換えて空港に到着しました。すごいとこから出るね。福岡は超便利だから、こっから地下鉄に乗ったらすぐ博多駅に着きます。そして今日はその博多駅から徒歩1分のところに泊まるからいいね、便利ですね。ということで地下鉄はあちら。見てください、ここ今空港、隣が博多ですので2駅です。2駅で着くこの素晴らしさ。札幌もそうなるといいのにね。おさらび。さて博多駅に着いて今ホテルの方に向かっていきますけども、また感動しちゃうけど、やっぱり名古屋と行って大阪行って今度福岡来ましたけど、どこも都会だね、素晴らしい。ただみんな札幌も意外と都会なんで、ぜひとも遊びに来てください。おさらび。はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。後ろのあのでかいのが博多駅です。すごいね。今日泊まるホテルはこれです。しかし都会すぎて道路が渡れません。地下から行くんだね、これね。そうしましょう。この博多馬鴨通りがすぐここにあるってこと？はぁ、ダッサイって書いてる。あらららら。ホテルはこっちです。さあ、今日泊まるホテルはこちら。キャビナス福岡です。
これね、カプセルホテルなんですよね。まあ、中身は後で紹介します。ちなみに今日泊まるこのホテルは、まあ、カプセルホテルって言ってもすごいみたいなんですけど、2泊するの。今日と明日と明後日帰る感じで、8208円、1泊4000円ぐらいですね。ということで行きます。部屋になっています。カプセル広め、広めロッカーの鍵がかかります。遊び屋チャンネル。